ばんは。こんばんは。何も言ってないんですけど、配信します。事後報告。こんばんは。通知来てびっくりした。そりゃそう。だってさ、ね、今日なんかだいたいショールームするときはしますみたいな言うけど、何も言ってなくていきなり始めちゃった。こんばんは。こんばんは。ここに来てる人は知ってるよ。あ、配信してます。それはそう。ひろちゃんの生写真大事にしてます。お、ありがとうございます。嬉しいです。そのままずっと大事にお願いします。こんばんは。来れてよかった。嬉しい。リハでお疲れのところありがとうね。いえいえいえ。最近はあのね、コンサートがあるんですけど、10月にそれのリハーサルが結構あったりしてて、今日もリハーサルがありました。リハーサルでした。一日。そう。なんかそれで今月結構配信が全然できてなくって、多分ね、まだね、今月2回ぐらいしかできてなくって、だから空いてる時間あったらやりたいなって思ってて。今できると思った、思いました。お待たせしました。待ってなかったかもしれないけど、わかんないけど、久しぶりな気がする。初日当選いかが。あ、そうだ、コンサートもあるんですけど、コンサートはね、コンサートは10月5にあるんですけど、でもあのそれの前に10月1日にあの研究生公演が始まるんですね。今度 HKT の研究生公演が、それの初日が10月1日にあるので、そっちも準備を今進めてるところです。あら、あ、初日外れた。あ、行くよって方もいる。でもそう、なんかちらほらなんか落ちちゃったみたいな方がいて、ファンの方でね。だからね、ぜひ初日一緒に迎えたかったけど、でも全然まだこれから研究生公演はたくさんやっていくと思うので、ぜひお時間が合う時にお待ちしております。よろしくお願いします。みんなで待ってますね。研究生で待ってます。そうなの、あのね、研究生公演は7人、普通はね、普通の公演は16人公演なんですけど、研究生公演は7人公演で、そうなの、どうなるんだろうね。どんな感じになるんだろうね。研究生公演もコンサートも行けることになって、嬉しい。初日は行けないけど100回目には行きたいです。あ、劇場公演かってことかしら。そう、なんか公演出演回数がね、あのもうすぐ100回になるみたいで、それをね、ファンの方があの
カウントダウンしてくださるの、毎回公演出るためにあと何回で100回になるみたいな。それが嬉しいですねなんかわざわざね画像作ってくれたりもう見たりするからわざわざ嬉しいですね本当に。そう髪あんまり結んでないよね。よくなんかでも私って結構髪の毛下ろしてるのね基本で、公演の時もあえなんかめっちゃ光ってんだけどめっちゃ光ってる、え月月あ止まっあなくなっちゃった。こんなんだったっけ、違ったよね、ミラーボールでしたよねセトリヒントください。えそれはもう来てからのお楽しみです。ちょっと噛んだ来てからのお楽しみですよそんなのぜひぜひお楽しみにしていてくださいってことしか言えない。危ない言うところだよ本当に。すごいだからこれ何本当にめっちゃめっちゃ月満月なんだけどじわじわ。新幹線乗る？しべちゃんの本来の姿が見える見られるかもね、楽しみ。絶対なんだろう、小学生、あ小学生家なしかいないか、いくのちゃんとかもだけど、なんか普段みんなでいる時の姿がちょっとでも多くお届けできるんじゃないかなって思ってて、めっちゃ楽しみですね。どうしよう、めっちゃさめっちゃ喋るようにななったら面白くない？おもろい。でもさ本当にさ最近の公演、最近公演に一緒に出たりする機会多いんですけど、いくのちゃんねすごいね、なんか最初の時思い出すと話すようになったねってなる。なんか私声ガスガスじゃない？ガラガラ。そんなことない？多分大きい声出したらわかるから小さな声で話しますね。そう髪の毛かわいい、ありがとうございます。ただ結んくくってるだけなんですけど、なんかこれかかかな、こんぐらいかピースすな。あそっか99回まで決まったみたいです、公演が。えじゃあ何になるんだろう次。なんかまたまた来たよ、また。あ中枢の中枢、中枢の名月。なるほど月見だから。そうなんか秋っておいしい食べ物いっぱいありますよね。なんかさっきじゃないや、お菓子屋さんに行った時に なんかお月見、なんか団子、お団子みたいなめっちゃ置いてあって、なんか秋っておいしいものばっかりじゃんってなりました。なんか芋とか栗のマロン系のやつとかおいしいものだらけで困る困るね。でもそう今日そうだ、ななかとその話した、なんかどう見てもおいしいものばっかりやねって言って、ほんとそうよって話した。
ドキュメンタリー完全版見ましたよ、ありがとうございます。 DMM の方でそう研究生公演のドキュメンタリーの完全版が配信されているみたいなので、ぜひ見ていただけると。でもまだ私自分まだ見れてないから、なんかどんな感じなのかちょっとよく分かってないけど、ちょっと恥ずかしいけどどんな感じになってるか分かんないから、だからでもまあぜひ見ていただけるとなって思いますね。合宿の時の映像だったりとかがきっと流れてるはずなので、かわいい、なんだこの竹から出てきたクマ、めっちゃお団子。そういえば今日豆大福を食べました、美味しかった、美味しかった。わっ、あっサンマいいな。なんか昔めっちゃじゃないや、なんか魚自体が苦手でね、苦手でもう本当になんか朝ごはんとかに魚が登場するだけでめっちゃ嫌だったの、それぐらい苦手で。でも最近はそんなことなくて逆に好きになっちゃって、でそれこそその今は何でも魚大好きなんですけど、サンマが一番最初に好きになりました。あ違うや、サーモンか、サンマ、焼き魚が苦手だったんですね。お刺身は大丈夫だったけど焼き魚がめっちゃ苦手で、でもサンマが一番最初にこれ美味しいって気づいた焼き魚です。ドキュメンタリーめっちゃアップで映ってた、恥ずかしい。どんなやつなの、見た方どんな感じだったかちょっと教えてほしい言える範囲で。推しがこっそりメールで広し、本当だよ今日レイヤに言いました、ナチュラルに広しって書いてたでしょってナチュラルヒロシだったんですけどって話した。ねえ感動したってドキュメンタリーを見て、多分そのドキュメンタリーはその研究生のみんなが多分めっちゃ頑張って出る姿が多分見られると思うので、なんか裏側みたいな感じ。YouTube のショート動画は、そうなの？ YouTube のショート動画は私が泣いてる画像になってるみたい。泣いたっけ泣いたっけ、すっとボケわっ、ごまさ、なんかそうだサバも好きなんだ、サバの味噌煮みたいなも好きだった、そういえば苦手な時代でも好きだった大人になったねって、もう割と最初から大人なんだよ、そんな小さい時に入ったわけじゃないからね。 HKT お、1日劇場入るよ、楽しみです。そう本当に私たち自身もなんか改めて日にちあと何日って数えると本当にあと明日明後日もし明後日ですよね。だからみんなでねこうやってあと何日だねって知って、なんかそこで改めてまた
ってなってみたいな感じめっちゃめっちゃ好きありがとうございますね、光らせてくれて照らしてくれてありがとう。結構ドキュメンタリーを見てた方が多いみたい。あ、なんかまた私そんないっぱいこれされても何もできないかな。感動しちゃったって、うん、あ、なんか すごいまた また来ましたありがとうございますなんですけどねでも何していいか分かんなくなるのよいつも。頑張ってきた人全員釣ろうねってそうしますねみんなでも本当に7人公演なので、普通の16人公演の時ってさ、やっぱりあの1列目とか2列目とか3列目とかがあったら、前に人がいて後ろに並んでる時とかさ、やっぱりちょっと隠れちゃうじゃないですか。でも7人公演だとそれが少なくなるから、多分今までの、まあ、公演もすごい目合わせることできるけど、7人公演だからきっとより今まで以上に多分ファンの方が丸見えな状態なので、そうですね、たくさんアイコンタクト取れるといいなって思います。丸見えじゃんまだ今私サバ好きだよみたいな話のところのコメント読んでるから、そう、読まれないなじゃなくて、ただ私が読むのが遅いだけなので安心してくださいはいい席で見たいな、嬉しいです。なんか本当に最初ね、こうやって申し込んでくれる方ね、なんかすごいマイナスというか、あのネガティブな思考なんですけど、ちゃんと来てくれる方いるのかなって多分みんなも心配してたから、そうやって楽しみにしてますって言ってくれるのを見るとすごい嬉しくなりますし、なんかもっと頑張ろうってなりますね。初日に向けての熱がどんどん高まる感じ。ジーナさんのファンクラブ配信見ながらこれも見てるらしいすごい両立してる。同じ時間にしちゃったよ、すみませんね、ごめんなさい。そうだ、私ジーナさんの舞台を見に行かせていただいたんですよ。すごい、多分 SNS どこでにも言ってなかったと思うから、すごい素敵でした。そう、素敵すぎて見入ってましたし、お話もすごい面白くて、そう、もう本当にずっと集中して見ちゃってましたね。すごい綺麗でした。そう、素敵でした本当に直接ねお会いはできなかったんですけど、そう、お客さんの席から見させていただきました。
夢の国って、あ、そうです、そう、私夏がちょっと始まる前ぐらいに、もう本当に結構前にそう行ってきたんです。待って、やばい、めっちゃダサい、ダサポーズしちゃった、行ってきた。そうなんです、それをずっと乗せそびれてて、そう、こんな写真があるやんってなって嬉しい、初日入れるだけで幸せよって、ありがとうございます、本当に本当にペコリです。そっか、チャットには言ってたみたい。そうだ、本当だ、お出かけポーズじゃん、ほぼ。無意識にやっちゃってるわ。配信始まったので移動します、楽しんでください、全然私は止めません、それは行ってきてください。こんばんは。唐突なまた挨拶、お、嬉しいです、初日 DMM で見る、ありがとうございます。そう、その夢の国へはザワちゃんと行ったんですね。本当はナナカも行けるかもってなってて、でもちょっとね予定が合わずに結局今回は行けなかったんですけど、ザワチと一緒に行ってきて楽しかったです。なんか久しぶりに行った気がする。コンサート前方席取ったから見つけてね、見つけますよ、それは全力で探します。探しますね。めっちゃお月見週、お月見週間みたいな感じですか、お餅とか。そう、もう本当に気がついたらこう次劇場のステージに立つのがもう10月1日の研究生公演なんですね。なんか緊張してきた。いつもと変わらない場所なはずなのにドキドキする。でもまだもう本当に初日その日になるとなったら多分もっとやばいんだろうけど、今の時点で結構想像しただけで緊張するから本番緊張してると思う。あ、嬉しい、温かい目で見るよ。横なんか波線で本当にあったかそう、温かい。そうですね、そうだ、研究生っぽい、あ、間違えた、ちょっと先走ってた。研究生公演の魅力ポイントの一つでもあるんですけど、研究生公演はあの普通のチーム公演とかパジャドラとかと比べるとお手頃なね、お手頃に来ることができるので、ぜひちょっと気になるなって方でも
っと来やすいのかなって思いますので、ぜひHKT をどうだろうな、お友達とかよければ誘っていただけるとなって思いますね。もちろんファンの方もたくさん来ていただきたいんですけど、楽しみですね。でも緊張するけど、でも緊張するだって6期生同期だけで公演したのはあれだ、1日だけバジャドラを全員16人全員同期でっていう時はあったけど、それ以来初めてですよね、6期生のみの公演って。ね、だからね、しかも7人だから人数も少ないので、鍵穴噛まないでね。私鍵穴噛まなかったことないですよね。ちょっと本当にちゃんとしっかり本当にダメの、なんかね苦手なんだろうねめっちゃね下手なの、なんでだろう、本当にちょっと練習します。出て滑舌良くなるんだ、滑舌の問題じゃないか、あれは。劇場公演がね開演する前にアナウンスみたいなのをするんですけど、それをね私何回かやったことがあって、毎回絶対噛むんです何かしら噛んで、そう、え飲食えガチかガチ、飲食って本当それ結構やばい、やばいじゃん普通にやばい。台本になんかがないからかな、なんかって言わなきゃ落ち着かないみたいな、そんなことはない。甘噛みを聞くのが楽しいよ。あれはね、多分私のやつはね甘噛みじゃなくてもうしっかり噛みなので、なんか本当に申し訳なくなる。嬉しい、ひろちゃんがいる研究生公演必ず行きますね、必ず待ってます。ちょっと日本語おかしかった、必ず待って、電車は乗り遅れたけどへいちゃんの鍵穴はちゃんと聞けたよ、お、セーフですね。私は公演をね、劇場公演見に行ってたですね、昔 HKT に入る前は。その時にそう学校帰りとかかなに終わってから行って、ギリギリ開演に間に合わなくて、もうちょうどあの何劇場 の扉を開けた時にはもう1曲目が始まっちゃってて、ってなったあってで一瞬立ち見席で見て、でその曲と曲の間で席に移動してもらうという、お見送りでヨッシーのぬいぐるみ首からぶら下げてるよ。あ、見たことありますね私。あのなんかお見送りの時、あの公演、劇場公演が終わった後に、その毎回出演メンバーであの来てくださった方をお見送りするんですけど、ありがとうございましたっていう。
結構ぬいぐるみをぶら下げてる、首からぶら下げてたり、なんか服にくっつけてたり、それはいないかわかんないけど、結構ぬいぐるみを持ってきてる方いるイメージありますね。だからぬいぐるみで、あ、見たことあるってなることもある。他のメンバーのファンでも覚える？え、覚えますよ。でも誰のファンなのかがしっかり分かってるわけじゃないけど、公演にいつも来てくださってる方とか、よく来てくださってる方とか結構思います。あ、また来てくれてるって思うし、あとおしゃべり会、私のおしゃべり会とかに来てくださってた方とかは、あ、前来てくれたってなる。私ね、あのね、顔は多分記憶に残れるけど、顔とお名前が一致するのが多分遅いけど、でも顔の方が先にスッと覚えられる。でも名札とか名前、名札つけてきてくださる方とかはすごくね、あの覚えすというか、ちゃんとあ、合ってたんだってなれるし。だからね、本当にね、 HKT メンバーは多分本当にね、覚えてるよ、きっとみんなが思っている以上に。黄色の命の使い道のセリフ、ぐさっときました私なんて言ったっけな、なんかね、何パターンかあるんですよね。どのセリフだったかな。そう、だから他の方のファンの方も覚えてますよくお見かけする人だってなりますし、前来てくれてたくないって方も。危ない、今鼻歌しそうになった。コンサートの曲とか危ない。キスゾーンね、藤ココちゃんの笑ってしまうね、本当に本当にだよ。ココハが私の名前をね、あのパジャマドライブ公演でキスして損しちゃったって曲があるんですけど、その曲中にね、なんか名字をなんか毎回毎公演誰がそのセリフを言うっていうのは決まってて、でそのセリフを言うって言うって担当の人がその出演してるメンバーの名字を叫ぶみたいなあるんですけど、そう、それはね、藤子ココが、藤野ココハちゃんが、私がその日パジャドラでシンポジ、新しいポジションの日だったんですね。でだからそれで私を選んでくれたみたいで、そのセリフを北川くんって言ってくれるってなってたんですけどココは多分にね、苦手なのかな、ね、苦手って言ってたよね。なんか違う、なんか北川っていうワードだったのかも、もうあんまりよくわからない誰ってなりながら見てたよね。でも私は呼んでくれるっていうのは知ってたから、なんか
ニヤニヤしちゃった。斜め前にちょうどそのセリフを言ってるココハが私の斜め前にいたからちょっとニヤニヤしちゃったよ。可愛くない？下手っぴだったのね、本当に可愛い。面白い、本当にココハ。そういえば私ココハはなんか、ね、チャーハン部っていうのがあるんですね。なんか私もちょっとよくちゃんと理解はできてないからわかんないんですけど、 HKT の、まあ、6期生内でできてる、勝手にできてる部活なんですけど、チャーハン部っていうのがあって、でそれはココハが部長なんですね、藤子ココちゃんが。でココハ毎週水曜日にチャーハン作ってるみたいで、で前あの私がね不意にというかココハにココハの作ったチャーハン食べたいって言ったの。そしたらえいいよって言ってくれたから、そうだからお家来てねって言ってくれたんだけど、まだ叶ってないの。食べたいよって言ってたよって言っててココハに伝えてください。みんなに伝えさせようとしてる。直接私が言えばいい話なのに。ココハでもココハは一緒にご飯を食べに行ったりとかよくしますね、二人でとか多いですよ。そう、何チャーハンがいいかな。絶対美味しいよね、見るからに美味しいのも。また好きだ、ありがとうございます。あ、まだそんな立て続けなことある。よし、でも今日ねなんかちゃんとというか真剣になんか月を見ようと思って空を見上げたら綺麗だった。綺麗でした。まん丸ではなかったよね。キムチチャーハンいいな。いいね。どういうこと？チャーハンミラーボール投げたわ。どういうことやねん。空は見上げる方？あ、でもどうだろう。でも結構無意識に見てる気がします。わかんないけど。でも今日はなんかあ月がなんかみたいな感じでなんかふと見た。今日ね太陽がお昼間にね太陽がめっちゃさんさんだったの。なんかお昼間じゃないか夕方ぐらいかな、すごいなんか太陽がでかくてなんか大きかったの。なんかちょうどさ落ちてきてたから、日が落ちてきてた時ぐらいだったからかわかんないんですけど大きくかって、リハーサル終わりにナナカがねちょっと太陽の方見てみてって言われたから、めっちゃ眩しいみたいな言ってたから、えそんなにと思ってパーって見たら本当に眩しくてこうやってなった。めっちゃ眩しかったってなった。本当に眩しかった。そう、それでだから太陽がねでかく大きく感じたから、月はどんな今どういう状況なんだろうというか思って見た。ほんわかメール来た。ざわちゃんのメールですね。ななかのストーリーじゃなかった。あ、そうなんかね載せるって言ってて、なんかあれはそのそう、それこそその時に
太陽をちょっとあっち向いてみてみたいな言われた時の写真なんですけど、そしたらさ、私ね、なんか撮ってたみたいで、そしたらなんか笑ってたのね、ナナカが。だから何って言ったら、なんかシルエットがキノコみたいそう言われたの確かにとはなったけどね、そう面白かった。太陽といえばヒーローキャッチフレーズかな。そのやりとり想像できるんやけどってね、言ってそうじゃんあ、私も今日昼間チャリ、今日暑そう、なんか今日暑かった。お昼間でもどういう状況だったかちょっと分かってないけど、自転車か、自転車日焼けしちゃう。確かに意外と、でもあれらしいですよ、なんか曇りの日の方が日が焼けるって、日に焼けるってらしいですよ。ちょっと詳しいことは分かんないんですけど、なんか太陽さんさんの時もまあ焼けるけど、曇りも油断大敵みたいな話らしいです。ひーちゃんは日焼けしやすい、そう日焼けしやすいと思う。でも最近まずそもそも日が焼けるよねっていう状況下にいたことがないと思うから、そこまで黒いわけじゃないけど、なんか昔小学校の時とか本当に夏とかは毎日外に遊びに行ってたりしたので、本当に真っ黒で、真っ黒黒黒黒真っ黒真っ黒みたいな、本当に真っ黒で茶色。そうでもあの時代から考えるとだいぶ白くなったなっては思います。でもね、あの時の方が白かったと思うんだよね。あのお披露目の時、1年前ぐらい、お披露目の時ぐらいが白かった気がする。あの時はメイクを本当にほぼしてない状況であれだったから、なんか白い気がする。しかも多分なんだろう、その HKT 入る前までは学校とか行ってる時はね、前あのいつもねちゃんと日焼け止め塗ってたのね、だからかなって思う。最近はちょっとサボっちゃったりとかあるけど、ちゃんとやってったからかなって思います、うん、藤子コのチャーハン食べたら白くなれるかな。でもさ、ココハね白いよね、羨ましい。ヒルちゃんの声ってめっちゃ落ち着くよね。本当？なんか今日声ちょっとかすんでる気がするんだけど。
そうなのかな、ココハの美白美肌は多分チャーハン効果チャーハン効果か、早く食べないとね。ココハって本当に大人っぽいよね。わかる、富士のココハちゃん。え、私より年下なのが信じられない。そ、え、そう、でも本当に大人っぽいんだよね、見た目もだし、なんだろう、話し方とか発調というか、もう本当に同い年ぐらいな気持ちな感じがするね。そうなのよ、中学生なのよまだ。それが衝撃的だよね。エグちゃんが一番バブ、バブちゃん、いや本当そう。でもバブは多いけど、エグちゃんも本当にバブいよね。ね、わかる。藤子ここがね、なんかどんどんね早口になっていくところね、わかるよ。多分ね、楽しくなっちゃうとどんどん早くなるんだと思う。めっちゃ可愛い。面白い、本当に。確かに猫ちゃんみたいな、本当わかるわかる。ココハも猫飼ってるし、ココハも猫みたいだし。そうなの、ユイナもね結構大人なのね。そうだからね、しっかりお話できる。みんな大人っぽいんだよね。こんばんは。藤子こ、普段大人っぽいけど、ひーちゃんと喋るとバブいよね。やっぱり、そういうところあるよね、ここはって。でも嬉しい。結構本当に、最初お披露目に向けて練習してる時、立ち位置がすごい近くってね、藤子こと。だから私勇気振り絞ってココハに話しかけようと思って、かけたら、藤子こめっちゃ人見知りだから、その時あんまりね、反応がちょっと薄かったの。だから私ちょっともう苦手と思われてるのかなって心配になったけど、その時はね。でもやっぱ何日かそうやって練習してお話とかちょっとずつするようになって、どんどん安心してくれる、安心してくれてるんかな。だとしたらすっごい嬉しいです。あ、マリアさんの生誕祭お疲れ様でした。あ、ありがとうございます。マリアさんのね、生誕祭に出させていただいたんですけど、写真をね、撮ってもらったんですけど、その時にマリアさんから、なんか、マリアがヒーローちゃんがいいって言ったんだっていうの、ちょっと嬉しかったです。それまで知らなかったから、嬉しかったです。しかも、20歳ってすごい、まあどの誕生日もすっごい大事な日なんですけど、20歳ってやっぱり特別感が違うじゃないですか。だからすごい嬉しかったです。そんな記念すべき、しかもマリアさんの20歳の生誕祭なんてね、HKT が好きな方からすると本当に、もう本当に記念すべき瞬間すぎて、だからそんなね、大事な日に選んでいただけるなんて本当に嬉しいです。嬉しかったですね。遊びに来たよ、ありがとうございます。
ひるちゃんはマリアちゃんと年は、あ、そうなんですよ、同じ同い年なので。でも私は1月で二十歳になるのでキラキラお月さん、そう、それでマリアさんと話しました。あれ、なんかあと何ヶ月だっけみたいな話で、早く二十歳になってねって言ってました、マリアさんが。そうですね、確かに同じ同い年のメンバーが集結した日でしたね、確かに。そうなんですよ、同じ学年なんです。そうなんです、くるみさんも同い年で、ゆえるさんも同じ年です。え、嬉しい。あ、そうなんです、あのねねさんがね、私がいないと公演が回らない、なんか今注目してるメンバーみたいなので選んでくださってたみたいで、めっちゃ嬉しかったです。めっちゃ嬉しくて、それファンの方が教えてくれただったと思うんですけど、もうすごい嬉しかったです。24時間テレビのやつがそれで言ってくださってて嬉しかったです。そんなニヤニヤしましたねニヤニヤしちゃった。ねねねって、カレンちゃんが呼んでますよね。カレン私のことヒロネって呼んでるし、ナナカのことナナネーいっぱいありますよね。ひーちゃんファンもニヤニヤしたわ同じ気持ちだね。ここてんひろちゃんが出てない日何か違和感あるもんね。そん、え、嬉しい。そうね、いっぱいありますね。私ね、ヒロネって呼ばれてる。イクノリ？あ、いや、イクノちゃんのこと？イクノリ、あ、確かに呼んでるかも。イクノリ、どういうイントネーションが正解なのかちょっとわかんないけど言ってる気がする。はい、初めての星劇場で見たい。そう、古典の曲で特に好きな楽曲だったので、その曲を参加することができて嬉しいです。すごく。初めての星嬉しい。じゃ初めての星褒めてくれる人多くてこっちまで嬉しい。なんかね、そう、ファンの方が褒めてくださるんですね。ね、嬉しいです。それを嬉しいって言ってくれるのも嬉しいし、DMM ではいつも見てるよ、ありがとうございます、嬉しいです。
ーちゃんこんばんは。こんばんは。高い声出してみました。ひーちゃんのいくのちゃんが聞けなくて寂しい。いくのちゃん、からの100年もいい。嬉しい。やった。なんか今合ってる公演の演目の曲全部で一番どれが合ってるみたいなありますか？なんかこれがいいみたいな。そうですね、葵さんの卒業公演の時に新しいココテン、新しいポジションで出させてもらって、そこから初めての星参加ね、させてもらって、葵さんがね、最後に一緒にその曲をできたのもすごい嬉しかったです。リボンが好きですね。リボンなんて似合わない、ポンポン持って踊る曲ですね。100年先もかっこいい。なんか難しいけどそうやって言ってくださるの嬉しいです。結構ココテンで褒めてくださる方が多いのかな。レディオネームモカちゃんとイエーイやるんですか。そうなんです、モカさんといつもイエーイってやってます。楽しいです。全部の公演のヒーローちゃんがいる公演とても感動する。本当に、なんかなんだろう、冗談というか、それでもお世辞でも嬉しいです。すっごい。それはカジャドラのは順調かな。本当これさ、私褒められ企画みたいな感じ、自分で聞いといてなんなんだけど、なんか自分で聞いてへーってなってる。ふーんってやばい。順調。もう優しい。本当だから安心してね。優しい。待てるよ。あ、ずっとずっとかな。ずっとずっと。そう、ゆうなさんと一緒に歌うところがあって、ずっとずっとで、目撃者公演のずっとずっとで。そう、いつもねハート作れないんですよ。でも本当にね、楽しみにしてるポイントでも正直そこを楽しみにしてるところもあるから楽しんでます。みーちゃんのパジャドラ好きすぎてずっと見て、嬉しい。こないだ、ちょっと前か、4日前か、言うても4日前ぐらいにそのパジャマドライブ公演で新しいポジションをしたんですけど、それの時にそう新しいポジションになったからユニットも新しいやつだったんですけど、それで初めてパジャマドライブをしたんです。めっちゃね緊張した。緊張しちゃった。なんかその日本当になんだろう、直前開演するってなってぐらいかな、とか袖にはけてまた登場するみたいなで、スタンバイしてる時とかにめっちゃ緊張し始めちゃって、そわそわなりました。
ャドラポジション何個？あ、3つです。3つでも、もっともっと覚えてる子はいますよ、同期で。でも昔先輩方は本当に6ポジションぐらいをやられてたみたいなので、それに比べると3つは少ないけど、本当に尊敬ですよね。先輩たちは本当にその6ぐらいを毎日違うポジションとかで毎日公演やられてたみたいなので、かっこいいです。私には多分まだそういうその能力はないですね、きっと。すごいですよ本当に。もうすごいの言葉じゃ足りないくらいの、本当に何だろう、そのそれを飛び越した言葉とは何だろうっていう感じなんですけど、そうなんです。すごい。え、みなさん、今田みなさん15ポジション、すごい。え、なんかこんなに簡単にすごいっていう言葉ではまとめてはいけない気持ちです。なんかもう頑張らなきゃってなりますもんね、やっぱりそういうのを聞いてると。はあ、本当に先輩たちの凄さをなんか身をもって感じるというか、すごいですね。今まではただただそのグループが好きで見てたっていう、なんだろう、ただ好きで見てたところがあったところもあるというか、まあそれが普通だからそうだったけど、メンバーになってみてね、さらになんだろう、メンバー側の視点でも見ることができて、やっぱりいろんな面で凄さをね感じることが多いから、やっぱりなんだろう、どの視点からも見ることができて、なんかもうすごいです。本当に尊敬です。本当に本当に、6期生って元オタクが多い気がする。あ、HKT のってことかな。そうなのかな。でもレイヤもそうか、しぶえちゃんもそうか。優しい。嬉しい、私も褒めてもらっちゃった。やばい、鼻歌がやっちゃいそう、鼻歌で歌ってしまいそうになっちゃう。頭の中でやっぱり今日コンサートのリハーサルしてたから、頭の中で流れてる。鼻つまんだか、鼻つまんだら大丈夫なのかな。鼻歌って、鼻歌ってでも喉で歌ってるくないですか。これは鼻なのかな。これは今のは別に何の曲でもないのでご安心を。ご安心してください。うん、この辺で歌ってる。
椎名さんの配信から帰ってきましたとのことです。おかえりなさい楽しかったですか椎名さんの配信。楽しいでしょう絶対に。コンサートの瀬戸里の予想をしてる。なんだろう、最近9月は頭真ん中頭から真ん中ぐらいまで全然配信できてなかったから、なんか話滑れたのとかないのかな。なんか話したかったことあったと思うんだけど分かんない。何があったっけ。振り返ろう。カレンダーを見てみたいと思います。あ、なるほど。あ、そうだ、研究生公演のお話に戻るんですけど、あれですね、そのドキュメンタリーが今公開されてるみたいなんですけど、 DMM で完全版が流れてるみたいなんですけど、そうです、なんて言うとしたっけ分かんなくなっちゃった。あ、そうそうそう、その研究生公演に向けて合宿がありまして、合宿に行ってきましたというお話です。そう、なんか結構ファンの方「いつ行ってたの?」みたいなだからそう、実は行ってました。なんかオーディションの時も合宿審査みたいなのはあったんですけど、あの時は本当にみんなのことをまだ深く知ってる状態ではなくて、名前もまだ曖昧というか覚えたてくらいの子たちと一緒に合宿をして審査をしてって感じだったから、やっぱその時とは違う気持ちな合宿ではあったけど、そう、ね、本当だよね。いつの間にかそう言ってたんです実は。それで なんだろう合宿に行って、そこでまたなんだろう、まあ、元からその気持ちはあるけど、 なんかもっともっと熱量が、自分の中でその活動に対する熱量が上がったというか、た合宿だったなって思います。ちょっとなんか言葉にするのは難しいけど、なんだろう、改めてというか感じかなメラメラそんな感じです。メラメラそうそう。で、研究生公演の名前は希望のつぼみ公演というんですけど、そう、略し方、略、なんだろう、むず難しいです。今のところフルネームで希望のつぼみ公演ちょっと長いけど、確かに略したいね。希望つぼ、なんかつぼつぼつぼみたい。
希望つぼつぼみ公園じゃない、どうなの希望、えどうなんだろう、わかんないねって考えるとさ、パジャドラってすっごい語呂いいですね。ココテンとかポケモンみたい、難しい。合宿の面白い話ある？あ、それはちょっと公演の時にもお話したいなって思って、なのでぜひ皆さん何度も何度も言っちゃってるけど、ぜひお越しください。それから配信待ってるのでぜひ見ていただけると嬉しいなと思います。研究生公演でええよって諦めてる。どうなんだろう、何がいいんだろうね。難しい。カレンデに略してもらおう。確かに得意そうではあるけどね。温めといて。面白い。希望ナビが使う。それはもうカレンちゃんのソロ公演かな。カレンちゃんのゲアビガスで言ってるの。希望のつぶに一文文字も使ってない呼び方しそう。確かにありえる、ありえるのよ本当に。面白い。希望のアビガス公演って言ったらココッペから絶対嫌だって言われた。本当だよ、ココッペの言う通りだ。うふふのぞねえ、でもあんまりうふふなんか言ってるない気がします。最近まあもう今ラジオがないので、ロッキー公演って諦めてる。ねアビガスのうちはね、私も見たことありますよ公演の時に。こんばんは。おカレンちゃんの配信から参上って、ありがとうございます。最近の口癖ね、なんかって言ってるのね、本当に無意識なんですよね。どうしようか、どうしようね。でももう治んないからどうしようもないもん。開き直った。そう焦ってなんかでつなげようって接続詞みたいに使ってるんだと思う。なんか、うん、ね、これ全然略すの私も思いつかなかった。ケゴ公園、公園です。それは公園違い、公園違いですね。言うてももうすぐやね。あ、初日ですか？もうすぐなの。本当にそうなんです。だってもう明日29でその次に
間違えた、30で、でもう1日だから、もうだって1日だよ。緊張する、あの時、あ、1日絶対緊張してるなっていう未来が今見えたの。ドキドキする。やっぱ波がすごい、絶対嫌だ。そう、私初日のお昼公演に出させていただくので、本当に希望のつぼみ公演のスタートを切らせてもらえることになりました。ドキドキ、なんかすごい、本当に公演が始まるんだってなってます。今じゃないけど、だいぶ前からなってるけど。お、初日行きますって、ありがとうございます。緊張を和らげるとき何してる？なんだろう、そのもう紛らわすためにおしゃべりする近くにいることを話するかな。多分一人でどうしようってなってる方が、緊張がどんどん、緊張が膨大、なんか膨れ上がっていっちゃうから、絶対話して気をそらすというか感じかな。初見です？嘘じゃん。わかるよ。ひろちゃんにいつもお見送りで微笑まれるから、次おしゃべり会行こうかなって思ってます。もう嬉しい。微笑んでたんだ。ゆっくりみたいな。微笑みできてました？お、嬉しい。いつかも一回かめこ楽しみよって、嬉しいです。たくさんぜひお願いします、写真の方を。そうね、コンサートもどんな感じになるのか想像できないですよね。お昼はハロウィン、トリックはエンジョイ、ハロウィンなコンサートな感じな感じなので、で夜公演はね、ひろなさんの卒業公演、もう本当にひろなさんの卒業公演ももうすぐで、なんかもう感情がどうしよう。あー、なんか本当にあっという間で、ね、今日もリハーサルでひろなさんやっぱり可愛かった。当たり前なんですけど、コンサートの東京観光する件、日じゃなくしたといっぱい写真撮ってください。嬉しいです、ありがとうございます。バシャバシャ撮ってきてください。お願いします。そうなんです、私仮想のドラフト、仮想ドラフトの司会をさせてもらってたんです。そう、前にこの、あのメールを撮ってくれてる方は今多分送ったんですけど、本当にやばい、緊張することがありますみたいな、多分送ったんですけど、きっとそれはそれですね、司会のことです。ずっと緊張してて、やばいやばい、どうしようどうしようどうしようってなってて、しかも先輩方オールスターズだったから、全員集合だったから、そう、ドキドキでしたね。
そうなの、その方だったの。え、そうだよ、緊張したんだから。見事な司会、見事、ちょっとね、見事な司会にはなれなかったんですけど。ありがとうございます。ちょっとね、なんかできな、なんかね、できなくって、ちょっと落ち込んだもん。ちょっと落ち込んだけど。嬉しい、司会。ありがとうございますね。なんかたくさん褒めてもらった日でしたね。じゃあ今日のランキングを読みたいと思いますね。じゃあ13位からいきたいと思います。13位切腹さん、12位チェザー通りの魔術師さん、11位みんなみくさん、10位太陽さん、9位にょろちゃんさん、8位ともちゃんさん、7位荒牧ペンギンさん、6位ガッチョさん、5位つよりんこさん、4位ビーバーさん、3位たけさんさん、2位りゅうだいさん、1位は水色さんでした。ありがとうございました。何も告知なしなのに、しかも結構ちょっと長めな配信だったのに。見てくれてありがとうございました。じゃあそれではまた明日も頑張ろうということで、早くおやすみなさいということで。じゃあね、今日も一日お疲れ様でした。